こんばんは。嬉しい、まちゃさん久しぶりに話せるね。久しぶりじゃない？めっちゃ久しぶり。いつぶりだろう。楽しみに待ってる。いつだろう。10月以降かな。この前注文してた生写真、明日来る。あ、嬉しい。何の生写真？こんばんは。今日はゆっくり配信しますね。19時過ぎにスーパーカップのチョコミント味のアイスを食べます。え、何、19時過ぎに時間決めてると。かわいいね。いいね。サーモンかわいすぎ。イエイ。クリスマス前のところ。クリスマス前ってことは11月とか。サンタさんについて話す。そうね、サンタさんについて話そう。そう、8時から久しぶりのリップグロスの MV 解禁なので、皆さん楽しみにしててください。楽しみにしててくださいっていうか、私も楽しみにしてます。楽しみですね。ですね。はい。そう。コンサートで目立てるようにいろいろ考えました。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。来てほしいです。うん、そうだわ。8時からでしたね、今日。皆さん楽しみですね。初の試み？なんだっけ、なんだっけ。ちょっと待って、あのさー、まあ後ででいっか。8時、うん、するするするよ。うん、公式の TikTok でも久しぶりのリップグロス上がってるね。イエーイ。あ、縦画面ね。あ、え、 MV が縦画面ってこと？え、 CD も縦？CD？ な、あの、ねえ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 、みんなあれ知っちゃう？あのさ、前田敦子さんとかのさ、前田敦子さんの、タイムマシンなんていらないとかさ、盾じゃないですか。うん、タイムマシンなんていらないが盾なんですよ、CD が。ああいう感じ？ジャケ写は違うかな。MV がね、なるほど、MV か。楽しみだね。確かに縦画面ないね。いつも横ですもんね。確かに。確かにポニ収集になんか似てますよね、最初が。ドマさん、ススキありがとう。20日に巨人ホーム最終戦。え、もう最終戦？早くない？早くない？こんばんは。何？そうね、確かに夏終わっちゃうね。夏曲だけど。でも王道夏曲が帰ってきましたね、AKB に。嬉しいよ。なんかさ、ポニッシュとか、そう、セナルクロールとかさ、よかったじゃないですか、いろいろ。エブリデイカチューシャとか。ねえ、ハッチさん、すごい心配、本当に。早く良くなるといいな。
タン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 。久しぶりのリップグロス、皆さんたくさん会いましょうね。お話し会10月の後半から始まるので、後半最後か、29、30らへんからスタートするので、すごい大怪我だよね。びっくりしちゃった本当に。すごい我慢されてましたもんね。お仕事終わった？お仕事終わった？今日帰りながらリップグロス聞いてました。いいね。宮崎空港にポケモンのナッシーリ、あ、そう、ナッシーリゾート、そうそうそう。あのね、今いやもう終わっちゃったかもしんないけど、あのポケモンセンター、ポケセンがそう上陸してて、そうナッシーリゾート、そうナッシーがドンっているんですよ。そうでももういないかも、わかんない。そう南国大好き。そうサンのね、宮崎の南国感がめちゃくちゃ好きで、そうなんかね、なんかね、宮崎県代表やからとかじゃなくて、もともとそうサンっていう人間が、好きなんですよ。あの宮崎のそういう南国感がめっちゃ好きで、まあ暑さとかめっちゃ焼けるところとかちょっとねあれやけど、でも本当に木がいっぱいあったりとか、そうワシントニアパームだったりフェニックスの木だったりヤシの木だったり、なんかそれそこの前に海が広がってたりとかさ、めっちゃ好き。今から走りに行こうかも、ゆいち、行こう。レッツゴー。25,000のユニフォームが来場者先着15,000円に。あん？15,000人に配布される。かっこよ、すごいね。今日仕事で、すごい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 、おっきな、すごい契約おめでとう、すごいね。そうめっちゃ自然豊かですよ本当に。木も海も山も何でもあります、大自然。そう水も綺麗だしね。でもね、確かに普通のことだけど、なんかその普通な景色が好きなんですよ。そう南国感味わってほしい、みんなに、みんなに味わってほしい。好きです、あのそういうところ、なんかいいよね本当に、自然いっぱい落ち着くし。カズ兄さんぶどうありがとう。あ、そうですね、皆さんの第二の故郷にしてください。ドマさんぶどうありがとう。50カード代わりありがとう、パクチーさん。パクチーさんだよね。よかった。ドン、サーノめっちゃ筋肉痛やばい今日。やばい。第2のふるさとが埼玉県だから第3のふるさと。
第2にしようよ。うん、療養期間？何？何を持っていったの？療養期間何を持ってたのって、え、私ですか？療養期間は荷物をそのまま持っていきました。ホテルからホテルへ、ホテルから施設へ。うん、第二の故郷にしてください。うん、そう、エビノが第二の故郷で最高。お米美味しいし、水きれいだし、いいね。月見バーガースイッチョルで、そのね、月見バーガーあんまり興味ないんですよ。そう、カズ兄さん、ススキありがとう。こんばんは。嬉しい、今日初見さんがたくさん来てくれてる。カズ兄さん、ごぼうありがとう。お花もありがとう。47?47? すべて補強って。ダメやん。ダメやん。DD やん。もろ DD。ペンライトもありがとう。なんなんしちょるって宮崎の名前言って。うん。そうね、まっちょるよーとか。なんなんしちょるよーとか。なんなんやっちゃわーとか。言いますね。なんなんやっちゃがとか。そう、めっちゃ多い。そう。あ、方言ですよ。なまり。そう。方言です。ジージー。え、ジージーって何？ジージー。ありがとう。かわいい。あ、そう、あっちょとか言うね。確かに。言います、言います。チャチチュチェチョ？ん？チャチチュチェチョ。多いかも。うん、多いかも。チャチチュチェチョ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 。多いかもね。また台風来て、嘘やん。もういいよ、台風。だ、台風いつも九州地方に来ません？一番に。九州に接近しますよね。だんだんだん。え、なに？ね、なに？ね、言ってない。なに？いつ言ったよ。いつ言ったよ、カズ兄さん。いつ言ったよ、私がそんなひどいこと。言ってないよ。うん、箱押し。ねえ、本当に台風は嫌です。もう台風は来た。飽きたっていうか、もういいです。うん、本当にね、小学生の頃はね、思ってたよね。え、何？いつもリマシって何よ。何もさ、の悪いことしてない。あっちょって、あっちょ。何があっちょ。MV 会見まであと1時間。ほんとだ。あと1時間だ。あと1時間。あと1時間。台風直撃は嫌そうやけど、台風来ると涼しくなりそうで。涼しくはなんないよ。
ち外に出れなくなっちゃう。まあ、うん、うん、96日ありがとう。もうそんなやってるんですね。びっくりした。え、オンライン話し会？うん、緊張する？ぜひぜひ待ってます。ね、なんとなくやってたらもう100日いきそう。いくかな。今日7日？7日か。あ、もうすぐ波動じゃん。もうすぐ波動だよ。緊張するよ。波動だよ。もうすぐみんなサーノの波動を見に来てくれる人、はーい、みんな見に来て、サーノの波動を見に来てくれる人、はーい、来てほしい。そう、13日波動大会があるんですよ。9月始まってもうすぐ1週間。え、今日で1週間やね。やす1983さん最高、ありがとう。ちゃんとシールド貼ってねって。シールド貼れるかな。こうですっけ、こうですっけ。これしかわかんない。そのこれとこれしかわかんない。その波動外れました。待って、ピエンなんだけど。ピエン、みんな外れたって言うじゃん。何、倍率高かった？え、悲しすぎる。ゆうちゃんもカラスのかあこさんも悲しいよ。サーノの味方が、みんな来てください。まあね、平日だもんね。火曜日か水曜日かそこら辺でしたよね。確かに難しいね。武道館コンサート楽しみですって嬉しい。頑張ります。シールド、グッドパー、どっちがいいやろ。どっちが楽なの。あの、外れた、みんな外れたって言うやん。そう、どうすればいい。サーノン頑張れるかな。じゃあ皆さん、見れないか、あの外れちゃったよって方とか、アプリで応援してください。え、波動の日休めなくてごめんなさい。そんな謝らんでありがとう。もうなんか来ようと思って来て、思ってくれた気持ちで、うん、ありがたい。うん、国陽さん、すすき、ありがとう。バーで垂直にあげる。バーで垂直、あ、それシールドはね、叩く方よ。た、うん、違う、投げる方。あー、アプリで応援します。ありがとうございます。心強い。みんなアプリでサーノのこと応援してください。ゆうちゃんハートありがとう。あ、グー、なんかパーでやってるメンバーとグーでやってるメンバーってどっちか分からんやった。サーノ、うん、みんなサーノにパワーをください。うん、そう、あの WOWTV？ WOW ライブ？ WOW ライブだったっけ？っていうね、アプリを入れてしたら見れるんですよ。そう、
てね、みんな。今から3話皆さんツイッターのリツイートたくさんお願いします。あの48の今からソロノンがいいよリツイートするので、よし待ってね、 AKB48 久しぶりのリップグロス、どうぞ皆さん、皆さんぜひリツイートしてください。どっちでもいいけど基本はそれぐらい、あ、うん、グーがいいってこと？ドマンさん、お月見団子ありがとう。サーノンが大活躍できるように応援する、嬉しい、応援してください。そうだよね、現場で見たかったよね、そりゃ。え、ガチャピンとムックかわいい、嬉しい。え、秒でいいねとリツイートした神、みんなお願いします。久しぶりのリップグロス一緒に盛り上げてください。あとね、1時間なのでもうあと50分ぐらい。8だったら怖いじゃん、そんなこと言わないでよ。リツイートとインスタはありがとう、嬉しい。ゆっこさんありがとうございます。ごめん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 、 MV の宣伝ごめんね、みんな宣伝多くて。でも盛り上げてくれたら嬉しいです。そうだよね、ツイッター投稿したと思ったら、投稿したって言ったら写真と思っちゃうよね。ドラえもんの絵は描けますか？ドラえもんの絵ね、そらのね、ドラえもん超下手っぴなんですよ。ドラえもんはめっちゃ下手くそ。ちょっとドラえもん披露しますね、じゃあ今から。ドラえもんね、めっちゃ下手くそですよ、そらの。え、同じ宮崎出身として応援しますねって、嬉しい。ありがとう。心強いです、ゆっこさん嬉しい。なんか同じ出身の方ってさ、なんか嬉しいよね。待って、どこに書こう。書くとこなかった。あ、そう、サーモンがドラえもん描いたらこんな感じになりますね。なので今から描きます、新しい最新のドラえもん。描けるかな。丸描いてちょん。
かいってちょん。お豆に芽が出て植木鉢、植木鉢。ちょっとマシかも。6月6日に UFO があっち行ってこっち行って落っこちて、ね、あと何書けばいいのこれ、うん、最悪。はい、最新のドラえもんどうぞ。これ何も見らんやったらこれ。そうなん、ドラえもんね苦手。当然何も見ないで書きましたよ。はい、全然書けませんでした。やっぱりサーノンはドラえもんは下手っぴらしいです。そう、ドラえもんめっちゃ苦手。ドラえもん書けないんだよね。絵描き歌歌いながら書いたのにこれどうしよう。え、本当？自分の100倍うまい。嬉しいよ、ありがとう。待って、まーるかいてちょん、まーるかいてちょん。お豆に芽が出、ここまではめっちゃうまいの。そらの、そう、お豆に芽が出て植木鉢かが下手くそなんですね。植木鉢、いや、ここまでやったらさ、まあ良くない？この後がダメなんですよ、さ。俺が思ってたよりうまい。あ、嬉しい。そう、絵描き歌。口とか全然わかんないし。6月6日に UFO って言ってさ、こうやって6月6日書くやん。難しい、その後が。下が長い。あ、ごめん、こんな長くない。まあ、全然違うよね。そう、全然描けないです、ドラえもん。あ、そう、クーがねめっちゃ上手。クーめっちゃ上手。クーはいつでも描ける。クーはね本当にね得意なんですよ。あ、間違えた、いっか。あやん、ダメ。あは、形ミスったよん。くー、ほら、くーはめっちゃうまいんですよさ。あ、誰が見てもわかるならいいよ。もう誰が見てもわかる絵ならさ、それでいいです。怖い、モアイ、モアイちゃん。難しいよねって、絵心ないからさ。あ、何？え、ねさんもさ、結局絵日記描けなかったんですけど。描けなかった。ピエンマル。え、いかついよね。モアイ。モアイさん。どうも。めっちゃ可愛くない？これ。あ、モヤイ像やろそれ。なんか聞いたことあるわ。渋谷駅におるって。見たことないんですよね、そのモヤイ像。でも絵日記って多分きっと全員じゃないよね、あれ描いたの。そう、絵日記描きたかった、一番絵日記描きたかったです。ダンダダン、ダンダダン。
ダンダダンダダン。何かいいよねって何？前ですか？え、書きたかったアプリにしましたよ。もう書いてないって、うん、引用リツイートしました前に、うん、書きたかったな。そう、なんかオンラインの会場にあったみたいなんですけど書けなかったよね。サロンの絵全部かわいい、嬉しい。ここはね、うまい、サロンが描いてきた絵の中でもあの特にうまいものを貼ってます。そう、あ、今日7日、あ、まだあった時間があるわ、よかった。次のセルフプロデュース生写真のあの題名は言えないけど、言えんけど、そう、依頼来てて、みんなにね、そう、それの締め切りが14日とかなので今思い出した。ガチャピンが一番好き。ガチャピン一番うまくできんやったよ。一番下手っぴかも、この中じゃ。でも嬉しい。セルフプロデュース撮んなきゃだ、撮んなきゃ。いつ撮ろうかな、いつ撮ろう、いつ撮ろう、いつ撮ろう。明日とか撮ろうかな。アコーのヨッシーさん、めっちゃ久しぶりじゃない？やっほー、久しぶりだ。こんばんは。ねえ、今日さ、今日ね、めっちゃくちゃ、いや、めちゃくちゃじゃない、間違えた、めちゃくちゃじゃない、全然めちゃくちゃじゃないけど、あ、今日涼しいって思ったんですね。今日涼しいやんって思って、どうしたこの天気って思って、いや、この気温って思って。でもね、お外ちゃんと出たら暑かったわ。とかね、車の中がめっちゃ暑かった。車の中暑すぎ。あ、みんな？サロン今日運転しました。サロン運転しました。昨日も運転した。だからここ最近で、台風前に3日連続でして、確か。3日連続ってよね、多分。くらいでやって。で、台風終わって、昨日やって。で、最近も2週間ぐらいで5回運転した。ねえ、久しぶりだよね、アコーのヨッシーさん、久しぶり、嬉しいよ。そう、今日運転しました、イエイ。そう、車がめちゃくちゃ暑くてさ、暑かったよね、本当に。ね、そう、日差しがね、めっちゃ暑くて、昨日めっちゃ日焼けしたって。ソラ活おめでとう。習うより慣れようで運転しなければ上手くならないから。そうなのよ。運転どれぐらいぶり？運転、うん、昨日ぶりけど、先週から運転し始めて、運転再開し始めて5ヶ月ぶりなんですよね。その5ヶ月ぶりに
数えてみた、5ヶ月ぶりに運転しちゃって、で最近はめっちゃ乗ってるので、そう、先週と今週で5回。黒曜さん嬉しい、お団子、お月見団子ありがとう。そうなんですよ、運転免許持ってるんですよね実は。トマさん、クマちゃんありがとう。え、サラカツ足らん？サラカツもこのほどほどにせんとね。サーモン一応アイドルなんで焼けられません。まあ焼いてもいいと思うけどさ、ファンの皆さんは焼けてる子と白い子どっちがいいですか？え、焼けてるサランと黒いサランどっちがいいですか？運転するんですか？そう、運転しますよ。ノーマイカー、違います、マイカーじゃないです。こっそりといいねとリツイートしときました、嬉しい、ありがとう。トカチンさん、ススキありがとう。一人ドライブじゃないです、空なんで、まだ一人で乗ったことないんですよ。そう、お家に必ず、お家に、待って、隣に必ずパパかお兄ちゃんかお兄がいますけど、マミーね意外と隣に乗ったことないんですよ。まだ後ろしか乗ったことなくて、おじいちゃんも後ろにしか乗ったことないですし、そう、お兄ちゃんかパパが必ず隣にいます。あと何回運転すればその独り立ちできますかね。普通に開けてる分にはいいと思う。なるほど、ホワイトソラノ、そっか、そうだよね。あのね、最近焼けたんですよ。夏に、夏の終わりに焼けたんです。まだ夏ですけど、気分はね。ゆうちゃんハートありがとう。あの早く独り立ちしたくて、でもそのためにはあのバック頑張らないといけないですね。そう、バック頑張んないと、うん、直進は全然できるのでバックですね。スピード、出したいタイプじゃない、怖い、怖くはないけど、なんか高速道路怖い、うん、高速楽しいけど怖いイメージ。なんかさ、車高の時はさ先生が隣におるし、フットブレーキ先生の方にもついてるからめっちゃ安心じゃん、安心やん、だから楽しかったけど、でも今は自分の足元にしか、もちろんね当たり前だけど、あのないやん、フットブレーキだからスピード出すの怖いよね。宮崎やから少し焼けてるくらいがいい。確かに焼けてる方多いよね。リボンさん、だるまさんありがとう、ハートもありがとう。まあ、メニュー運転すればすぐ一人乗れるようになる。本当？まあでも駐車場を選べばどこでもまあ行けるじゃないですか。なんか前に、うん、なんていう、こう止めるとこがつながってて、でどっちも空いてる時ならさ、こう前からこう入ってさ行けるやん、止めれるやん。で完全バックじゃないと入れれんとことかも大変じゃん。車と車の間とか怖いので。まだそれができるようにならないと。あ、そうなんですよ、買い物がね、そう、駐車場がね。オーディオの音量上げて自分の世界に入れる夜のドライブが好き、最高最高、いいね。うん、フルブレーキ、フルブレーキとは全部踏むやつ。あ、それやったことあるよ、サラモン。あの、教習でやったことある。そう、サラモンは10時10分の、10時10分運転してます。10時10分運転で、キープレフト。運転してます。キープレフトの10時10分運転頑張ってます。安全運転。
ね、10時10分運転してますか？そう、ちゃんと10時10分運転やってますよ。やばい、 YSP ね、やばいよね、あれかっこいいよね。ねえ、いいね、本当に自動で駐車なんて最高だよ。10時10分運転、最初ねめっちゃ直角だったんですよめっちゃこんなんやったけど、今もう結構こんなんやけど、でもちょっと前よりかは、一番最初よりかはちょっと椅子を倒す椅子を楽にできたりするようにはなりました。何、別れの言葉はなしかって、何どういうこと、何かのセリフ。普段はせん、その10時10分点ですよ、ちゃんと習った通りにね10時10分点、してます。そう、あ、YSP のネタ、待って、別れの言葉はなしか、あったっけそんなセリフ。8時20分、ちょっと待って、ダメですね、そう、逆、10時10分ですよ8時20分って NG、 怒られるよ怒られるよ、車庫行ったら。10時10分、でも慣れたらそうですよね、慣れたらみんなそうなりますよね。ソロンはまだ、ほぼ初心者なので10時10分です。こうやって運転頑張ってます、こうやって運転してますよ。あ、ABS ね。確かに。ABS ね、授業でやった。何だったっけ？アンチングブレーキ。何だったっけ？アンチングブレーキ。何だったっけ？アンチングブレーキ。システム。アンチングブレーキシステムだっけ。ペーパーやけど今日も洋服売りに行った時に運転免許が活躍した。おお、よかったよかった。あ、ペーパー、ひずつさん乗らんとうん、ホームラン、ウォーカーとブランコさん、いいね、ウォーカーとブランコめっちゃ打ちますよね、最近全然見てないけど。ウォーカーとブランコめっちゃ打つイメージ。あ、アンチロックブレーキ、アンチロックブレーキか、アンチロックブレーキシステム、惜しい、アンチングとか言っちゃった、アンチロック、アンチロックブレーキシステム11対0、今日どこと、今日どこ相手、運転ね、さあの運転いっぱいして、運転、自分の運転でどこそこ行けるようになりたいです。あ、ベイスターDNA さんと、ペパで全然運転してないけど、サロンの車の助手席はいつでもなる。本当に？いや、ちょっとペパならちょっと怖いかも逆に冷酷車は8時20分に持って
押す乗り方正しい。逆だよね。左側運転席とかですよね、海外の。 MV 解禁まであと30分。ほんとだ、30分じゃん、あと。うん、1インニング。インニングって何？車の中で音楽かけてますか？あ、かけてます。音楽かけてますよ。運転しててオーディオとか操作できるって。止まってる時なら、止まっちゃう時ならできます。まあみんな、そっか、みんなできるか。そのままだ不慣れなので、あんまりよそ見をしないように心がけてますね。友達が出る営業のキャストに見てたら宇多田さんの名前があってびっくり。すごー、ハチさんすごいね。1回分ということを1イニング、1回分ってのは1回表とか1回裏とかそういうの、1回分を1イニング、1イニング。その1回、1イニング、表と裏合わせて1イニング、1イニングっていうんですか。表と裏合わせて1イニングっていうんですね。2回3回とかそれを1イニング言いづらいね。1イニング、なるほど、すごい野球の勉強。でも最近全然本当に見れてないんですよ。なんか野球を見れちょらんければドラマも全然、オールドルーキーしかちゃんと見れてない。運転してる姿見てみたいです。恥ずかしいな。今作パート2で友達はパート1から、なんていう映画。ミッション車、やばい、ミッション車やばい。だってミッションさ使うときないじゃないですかね。農家の方とかだったらねめっちゃ使うけど、軽トラとか。でも慣れれば楽しいのか。エンストしそう、エンストしちゃうよ。そうだよね、軽トラマニュアルだよね。いや、サウナマニュアルじゃないんですよ。そう、マニュアルだったらやばい、絶対。なんか1足2足3足とかあるんですよね。サウナできない、多分。でもね、なんか運転してみたい。でも使う機会ないのでね。今年は宮崎キャンプも行ったから、オリックス観戦、オリックス戦見に行きたい。いいね。今の軽トラオートマもある。便利、
便利だね。もう全部オートマになっちゃうかな今後。もうトラックとかさマニュアルでしょ。 MT マニュアル、マニュアル、うん、ウォーカーのホームランがえげつない。看板より上をぶつけた、すごいね。ウォーカー選手すごいよね、本当に。なんかザ海外の選手って感じ。本当に海外やけど。ゆうちゃんハートありがとう。そうだよね、大型トラックもお友だよね。オンライン話し会行くとどんなサウンが見れるの。オンライン話し会でも楽しみだよ、そんなの何でも話そうね。そう、みんなと友達になりたいです。友達ぐらいの距離になりたいです。7時半なのにね、見てね、みんな聞いて、昨日ね、サウン、トレーニングから帰ってきて寝たんですね。なんか眠すぎて寝ちゃって1時間くらいで起きて配信したじゃないですか。そしてお風呂入って寝たっちゃけど、俺さ昨日やばかった、寝れなさすぎて。なんかまあ2時過ぎまでは、2時過ぎぐらいまでは動画見てたんですね。動画見てて、だからさ、3時、最後に時計見たら3時40分ぐらいの時計見ちゃったんですよ。寝れなくてずっと目つぶって音楽流して聞いちゃったけど寝れなくて3時40分とかになってました。辛い。うん、そうなんですよね。ちょっとお昼寝とか夕寝しちゃうと、その眠れなくなっちゃうタイプ。うん、そのね、真っ暗の中で携帯いじるの苦手で、そう、完全もう携帯触んないと思ったら電気消して寝るので、そのね、目に悪いことしたくないんですよ。眼精疲労やばいので、サウンは目が悪くなりたくない、視力の低下させたくないっていうのと、そう、眼精疲労が本当にすごいので、スマホの多分ブルーライトで眼精疲労やばいので、目を大切にしようっていうあれでね、暗い中でな、そうだからバスの中とか、さ、コンサート終わってさ帰りのバス乗ったりするやん、移動のバス車両乗って移動するじゃないですか。でも真っ暗なわけですよ。その中でスマホいじるとなんかすごい気分悪くなっちゃいそう。だからね、そう、ツイッターとかのとこも遅くなっちゃうんですよね。そう、明るいところで触りたい派。うん、真っ暗にせん、いや真っ暗にせんけどもどこでも寝れます。うん、視力も悪くなりだすと一気にね、っていうよね、どんどん悪くなるっていうね、一回悪くなると頭痛くなってから初めて自粛する。もうね、本当に明るいところで触った方がいいよ。うん、多分今だけっていう、そういうなんか積み重ね、今だけいいみたいな積み重ねで、多分どんどん視力悪くなっちゃうから、そういうのもね結構あるんですよ。
ちょっと一瞬だけ暗いけど触ろうみたいな。でも悪いなって思います、すごい。今からピノ食べる、いいね。ね、そう、明るいとこで触るようにするよね。なんか一気に目疲れません？なんか映画とかさ、ドラマとか見るとき真っ暗にしてみたいけど、でもなんか目悪くなっちゃうよなとか考えちゃう、サラモンが。映画館ってさ、目悪くなんないのかな、どう思います？皆さん、映画館ってブルーライト発信されてる？あれ全部ブルーライトなのかな。でも映画館行ってさ、映画見た後さ、目痛いとかないよね。なんかカットされてるのかな。家で映画を見るのにも暗くしたいタイプ。え、そう、本当はね、本当は暗くしたいよ。でもさ、なんか時と場合によりますよね。でもなんか目に悪いなって思ったらつけますし。映画館ってどうなんやろ、あれは目悪くなるんかな。映画館の後はちょっと頭痛くなるけど、それは瞬きを忘れてるだけな気がする。ああ、瞬き大事って言うよね、確かに。仕事で毎日パソコン作業、わあ。してるのにそれだけでも目が疲れるのに。そうだよね。わあ、目に悪いよ。目に悪い。目にいい目薬さしてください。あ、眼精疲労ね。ね、ちょっと聞いてほしい、みんな。眼精疲労なったらみんな何してます？めっちゃ痛いけどね、眉毛の上をグリグリするとめっちゃいいよ。眉毛の上をグリグリするんですよ。あー、どうもどうも。そう、グリグリして、あと目をちょっと押す。アイマスク、すごいね。映画館モニター画面じゃないから大丈夫じゃない？あ、そっか。さあの映画とかドラマもスマホで見てるの？いや、テレビでも見るし、スマホでも見るかなって感じ。え、本当はいいこと聞いたって。そう、眉毛の上をグリグリするか、グリグリしてその上、あ、ちょっとめっちゃ痛いけど目をね思いっきり押すんですよ、こうやってじわじわしたら。すっごい痛いけど、その痛さを我慢したら次に目を開けた時にスッキリする。映画館投影してるからブルーライト出ない。あ、いいこと聞いたわ。私がいいこと聞いた、嬉しい。あ、じゃあ映画館はいいってことね、暗くても。あとヒット1本。え、すごい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 。ホットアイマスク、ホットアイマスクね、いいっていうね。確かにお家にいっぱいあるのに全然使わないんですよね。目を押すのめっちゃ軽いね、いいよね。グッて押して我慢すると痛み取れますよね。目が疲れた時は寝るのが一番、いやいや寝るのが一番だけどさ、なんかさ寝ただけじゃ目の疲れ取れなくないですか。眼精疲労ってねすごいずっと残るものだと思うんですよ。もうね、こうやってして、あとつまんだりとか、前の上つまんだりとか、目を押したりとか、手をこすってまぶたに当てる。え、どういう原理？
夕方になると目が疲れてくる。なんでやろうね、そのなんだろう。そう、眼精疲労は嫌です。なんか眼精疲労、眼精疲労取る人いないんですかね。いるよね、でも眼精疲労専門のありそう、そういうサロンみたいな。え、眼科とか行ってもさ、眼精疲労は取ってくれないですよね、さすがに。うん、眼精疲労取りたい。うん、とりあえずソンは赤い目薬やったりしますよ。目押したりしても効かんなーって時は。うん、月見バーガー食べたい。そっか、月見バーガーいつからでしたっけ。今日かな。いってらっしゃい、マックへ。あ、久しぶりのリップグロスまで、あと見えてる？見えてるのかな？野球観、やっぱり野球観戦楽しいねって。楽しいよね。そのちゃんとルール分かってないけど楽しいよ。コンタクトしてるので夜になると目が乾いてくる感じがします。あ、コンタクトめっちゃ乾くよね。めっちゃ乾く。分かる分かる。コンタクトね、カラコンつけた時に分かります、その感じ。コンタクトつけてる方はさすがに目を押さないでくださいね、やばいので。取ってからにしてね。え、目の疲労めっちゃ気をつける。めっちゃね、なんか目が痛くなったら多分次に頭痛くると思うんですよ。だからそうなる前にね、気をつけるよね。なんかアフサロの目を押したので目痛い。なんかね、この鼻の筋、ここからこうしていくといいんですよ。なんかね、スッキリした感がある。洗濯干してきました。えらい、おかえり。メガネ、そっか。めっちゃここが痛い。ここ痛いよ、みんな。うん、痛い。ここ痛いよ、ここ。ここ押してみて、みんな。グリグリしてみて。めっちゃ痛い。うん、やばいね。なんかね、こっから押してこうしていくんですよ。で、ここも押す。めっちゃ痛いよ、なんか。でもなんかちょっとすっきりした。電車の中のね、できませんって。押してみてよ、みんな。こうやって、こうやって。ここはこう、めっちゃすっきりするわ。あ、すっきりした。めっちゃすっきりした。みんなおすすめ。今やって。目薬してから目を温めるのが一番すっきりする。温めるのがいいんですね、やっぱ。うん、ビタミン E 配合の目薬いいね。うん、結構強い力で押すのがサラノは好きです。あとね、ここ使うといい。ここなんかこうじゃなくてよりもここの方がいい感じがする。
え、なになになに、顔面部、頭部、首、肩、背中の筋肉が硬くなる原因を、え、取り除かなければ眼精疲労は改善しない。え、辛くない？え、辛い。じゃあさ、顔も頭も首も肩も、あ、このね、こっから上の筋肉がちゃんとほぐされんとダメってことね。え、怖っ。やだな。サウナの声聞いたら眠くなりましたって。ちょっとさ、なんか眠くなるっていう方いますよね。癒し効果抜群って嬉しい。ありがとう。でも寝ないでね。眼精疲労やばいよね。眼精疲労ね、サウナ結構やばいんですよ。そう、気をつけてもやばいので、皆さんもっとやばいと思いますよ。やばい、赤くなっちゃったよ。サウナ押しすぎて赤くなっちゃった。サウナここの皮膚弱いんですよね。すぐなんか赤くなっちゃう。声眠たいですか？眠くないよ。サウナの声がヒーリング効果ね。ない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 。絶対ないって。めっちゃ面白い。そんなんさ、サウナと一緒に遊ぶ親友ちゃんどうなんのよ。みんな寝ちゃうじゃん。みんなピンピンですよ。元気ピンピン、元気ピンピンですよ。みんなまったりしてる？そうなんて、まったりしてないですよ。そんなに。7時53分ありがとう。鉛筆でグリグリ、痛いよそれは。おでこよくぶつけてるイメージあるからな、鍛えられてるのかなと思った。ない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 。おでこ全然ぶつけないですよ。そうなの？待って、全然ぶつけないもちょっと嘘かもしれないけど、ぶつけるのは1年に数回、1年に数回だよ。そんなぶつけないです。そういえばおでこ大丈夫ですかって。いや、おでこって何かしたっけ。いつのおでこですか。あー、でもね、多分ね、あ、そう、あ、オンラインのお、オンラインお話し会の朝の、あの週一みたいな時になったやつはちょっとここに線が残ってるんですよね。ショック。今年は1回。トカチンさん、ハートありがとう。サウナ乗せてドライブしたら居眠りする自信ある。え、アザプさんが運転してってこと？え、じゃあソラノンが運転するよ。じゃあサウナが運転するからいいよ。バックだけやってくれればいいよ。週1くらいないぶつかってるね。ない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 。え、週1もぶつかってないです。はい。この線消えるかな、ちゃんと。心配。今年はおでこは1回。あ、足の小指とかしょっちゅうですよ。とか、そのあれですね、ドアとかぶつかりやすいかも。割とちゃんと見えてるんですけどね。ギリギリを通りがちだったりするかな。あと5分で MV 解禁、みんな見てね。サウナの運転はちょっと怖いです。やめてください、そんなこと言うの。そんなこと言うのやめてください。サウナ運転しますって。あ、バックは任せるよ。でもバックはね、任せますけど、あと5分。本当だ、ドアが開いてないのにどうとすの。いや、それは、いや待って、それもないとは言い切れないけど、ない。え、自動ドアと思って待ってたりすることある？
そう、なんかね、ギリギリを通りがちなんですよね、多分。うん。だからなんかちょっとバンって腕がぶつかったりとか。そう。なんです。大丈夫？高熱で寝込んでます。ゆっくり休んでね。わさぴさん、すすきありがとう。すすきみんなあと3分で MV 解禁ですよ。 MV 靴ひも結ぼうとしてガラスのテーブルに頭ぶつけるサロン、めっちゃ待って、ちょっと待って、靴ひも結ぼうとしてガラスのテーブルに、ね、ないよそんなこと。さあのないです、さあのないです、そんなこと。チーズまんじゅうの美味しい食べ方ってありますか？待って待って、チーズまんじゅうの美味しい食べ方、チーズまんじゅうの美味しい食べ方ですか？待って、普通に食べたことしかないわ。チーズまんじゅうの美味しい食べ方ね。へー、え、そのまま食べて美味しいですよ。待って、そうだな。でも、普通に、そらのは普通に食べます。チーズまんじゅうに関しては。でもさ、ものによっては、全部周りから食べたいものとかもあったりするよね。あ、そういうこと？冷やすとかそういうこと？あ、ものによる、それさ、どういうタイプ？どういうタイプ？そのままでも美味しいし、あ、冷やすと美味しいね、チーズまんじゅうは冷やすと美味しい。あ、冷やします、冷やすと美味しい、うん、冷やすと美味しいよ。常温か冷やすか、うん。チンしたことない。冷やす、だいたい保存方法冷やすですね。なんだ、なんか食べ方かと思った、卵みたいな。え、47回挑戦しましたって、ありがとう。4種類買ってきました、嬉しい。冷やしてください、ぜひ。あの常温と、多分さ数個ずつ入ってるよね、5個ずつとかだから、だからね、あの冷やすのと常温のを比べて気に入った食べ方で食べた方がいいかも。ソロのいつもそうしますね。常温の一つ食べてみて、あ、これ冷やした方が美味しいわと思ったら冷やします。だいたい冷やすかも、うん。そうね、冷やします。まんじゅう皮だけ食べる、え、ないよ。ツーランホームラン、すごい、おめでとうございます。すごい、うん、冷やしてみて、ぜひ。凍らせたら食べれないって、凍らせても美味しい。あ、でもね、棒チーズだったら凍らせても美味しい、うん。冷やし、普通に冷蔵庫で冷やして食べるの美味しいね。なんかサラの変わった食べ方が知りたいんかと思った。それは普通に食べます、サラの、うん。冷やしたら美味しいね。あはは。あ、MV 解禁まで。え、もう解禁じゃない？解禁したよ、みんな。解禁。ドゥンドゥン。
またねって MV に行くのか。ソノンは何分からショールーム配信してますか。宮崎行くって時に冷やしてって言ってくれなあかんやんって。え、一つ冷やした、冷蔵庫一つ入れた、冷やした、あーん、あ、冷やさんやったってこと、冷やせんやったってことね。冷やしてほしかった。この前宮崎館で買ったささみのスモーク、これからビール飲みながら食べます。最高、ありがとう。なんか嬉しい、みんながさ、あの宮崎の食べ物を食べてくれてるの嬉しい。そういうの嬉しい。うん、なんかサーロンだけじゃなくて、サーロンの県の食材も好きになってくれるの嬉しい。なんか興味持ってくれたりとか、めっちゃ嬉しい。うん、解禁始まったってこと？はや、サーロンがいてくれんかったから常温で食べる発想しかなかった。冷やしてよ。でも大体さ、みんな食べ物さ、あれじゃない、お菓子とかさ買って常温で食べてみて、いまいちやなーって思って、でもこれ冷やしたら美味しいかもって思ったらさ、冷やすくない？みんなだいたい冷蔵庫入れるよね。冷蔵庫版と冷やした版と常温版食べません？サーロンはよくそうしますね。チョコレートのお菓子とかも冷やす版と冷やさない版食べます。冷やして、ん？冷やす、でも逆に冷やしたらこれは美味しくないっていうのもあるし、そう、なんか難しい。うん、あー、久しぶりのリップグラスの、ほんとだ、公開しましたーって、 SNS バージョン。お菓子で冷やすことあんまりない。え、嘘だー。え、じゃあチョコパイとかは？チョコパイどうやって食べてんの？最近冷やし甘酒。甘酒って冷やさないもんなんですか？え、チョコパイとか冷やした方が美味しいじゃん。常温も美味しいけど、冷やしても美味しいじゃん。夏とかは冷やした方が美味しいじゃん。春、秋ぐらいはいいけど、そう、常温が。冷やしていたものを食べられたことあるって。全然あるよ。あります、あります。最近はないですけど。何のお菓子が好きですか。何のお菓子かな。あ、チョコレートが一番好き。うん、チョコレートが好きですね。美味しいよね、チョコ系冷やすと。そう、チョコパイ常温、夏も常温？それ少し温めたら美味しそうじゃない。温めて美味しいのはカントリーマーム、カントリーマーム、カントリーマームは温め10秒チンして食べると美味しいです。チョコは冷蔵庫入れるよね。そうだよね、溶けるから冷やす。やっぱそっか、やっぱ冷やすよね。ポテトチップスいいね。うん、甘酒冬に温かくして飲むのが多かったけど、今は違うってこと？今冷やすってこと？外にチョコがコーティングしてるやつは夏はすぐに冷やす。じゃあチョコパイも冷やすじゃん。そっか、やっぱチョコは夏はね溶けちゃうもんね。べちょべちょになっちゃうよね、一瞬で。なんならさ、
スーパーから帰ってきて家に持ち帰るだけで、スーパーからお家に持ち帰るだけでもう溶けてません？アイスとか。え、ポテチは味噌汁に、お味噌汁に入れたら美味しい。初めて聞いた。え、ポテチを味噌汁に入れる発想ないし、初めて聞いた。でも確かにじゃがいもですもんね。すごい。あー、ベビースター、ベビースターはさ2種類あるじゃないですか。チリチリのやつと、まあ、どっちもチリチリか、太いチリチリと細いチリチリ、どっちが好き？でもどっちが好きとか言いながらサロン選べないな。サロン太い方が好きかも。油すごいから入れすぎ注意ねって。いやー、言える発想ほんとなかったわ。小池屋さんにハマってる。今日ブラックサンダー買って5分で帰ってきたのに溶けててショック。冷やそう。それは細い方が好き。細いチュルチュル。あー、細い方か。まあ駄菓子っぽいのは細い方ですよね。MV 終わった。ブラックサンダー美味しいね。確かに以前よくご当地のベビースターお土産に買ってました。ご当地のベビースターなんてあると？すごいね。ね、ベビースター麺さ、待って、焼きそば味とかないですっけ？なんかちょっと太めのベビースターでみたいな。駄菓子屋さんで買ってたな。懐かしい。でももう全然見ないです。なんか普通のがチキン味とかじゃないですか。なんかチキン味やんか。それで、ね、焼きそば味とか美味しかった記憶ある。焼きそば、そう。まあでもスタンダードなのが一番美味しいよね。だいたいさ、何でもスタンダードが一番美味しくない？太めと細めがあるの知らんやった？太めあるよ。太いチュルチュルありますよ。中学の先輩がこて、小池屋のポテチの CM。 え、すごくない？すごいね。博多明太味。え、美味しそう。博多の明太絶対美味しい。それは美味しくないわけがない。明太子ってさ、大体何にしても美味しいわね。うん、あの天才は何なんって感じなぐらい本当に最強天才。チュルチュルっていうのも、え、待って、チュルチュル言いません？皆さんチュルチュル言わん？ベビースターが丸くなってるの？ベビースター集合みたいなね。あ、美味しい美味しい。あれ駄菓子、え、そう、いろんな味食べても結局スタンダードのが一番美味しいわってなる。薄塩味とかさ、チョコレートだったり。そう、ベビースター結構種類いろいろあるわ。細いチュルチュル、まとまったチュルチュル、太いチュルチュル。ラーメンはやはりとん、醤油って豚骨豚骨ラーメン好き一番。
あ、そうそうそう、ソフトクリームもさ、チョコレートとかバニラとかなんかいろいろ味あるじゃないですか。やっぱ一番美味しいのはバニラだよね。チョコレートが好きでもやっぱバニラのソフトクリームはもう外せない。おー、よかった。 MV 皆さんぜひ見てください。さっき解禁されたので、そういうのも早く見たいな。え、ベビースターのことチュルチュルって、え、麺のことチュルチュルって言わん、言わん。 MV 見たけどアイドル AKB が戻ってきたみたい。あー最高。博多のラーメンのスタンダードは豚骨なのか。うん、豚骨ですね。九州は豚骨やと思うよ。九州は豚骨ですね。な、東京とか醤油、醤油ですよね確か。九州は豚骨ですね。豚骨ラーメンが主流です。今テレビでポテチのことやってるよって。え、ポテチ工場とか。オンライン話し会は声は少し高めに話した方がいいのかなって。え、オンライン話し会は、あ、皆さんそう、オンライン話し会で、あのね、イヤホンつけるのめっちゃおすすめ。あの、イヤホンをつけないと、あの、聞こえづらかったりするんですよ。そう、なんか、声が聞こえなくなっちゃったりするので、イヤホンおすすめです。イヤホン。でオンライン話し会に参加するとよりメンバーと楽しくお話できます。ぜひ。いつもよく聞こえてる、よかった。そうそう、お互い、そう、メンバーはみんなイヤホンしてるので、ファンの皆さんもイヤホンしてくださるととても聞きやすいですね。いつもイヤホン使ってる、ナイス。豚骨最近食べてないかもって。結局スタンダードな、しょ、え、そっか、醤油がスタンダードなところってことね。なるほど。いや、叫ばないでください。お話しよう。サウナを見ていたいから MV を後でて嬉しい、ありがとう。ジンベイさん、サウナの声大きくてびっくりした思い出。そのかさ、オンラインお話し会のマイクがね、マイクがね、これはなんプラスとマイナスみたいなのがあるっちゃけど、オンラインお話し会のさ、サウナのマイク音量なんかこうやってスライド式なんですよ。そう、スライド式やから、あの、いつもマックスにしちゃってて、多分なんか声が大きくてびっくりされちゃったりするので、途中で半分ぐらいに下げたりしますね。難しい、あれ。最近音量どうなるんだろう。みんな大きかったら言ってください。一度しか話したことないからお話がちょっと怖いって。なんで、オンライン来てよ。あ、下げてる自分からね。この前お話し会ハウリングがすごくてイヤホンなしでした、なしでしたって。イヤホンをしたら逆にハウリング、ハウっちゃったってこと。ハウリング嫌だよね。ピーとかキーとか言っちゃう。オンライン皆さん待ってますね。この前のサインそろそろ届く、よかった、届きますように。時間間違えてテレビ見てたら突然始まって焦った。可愛かった、ぶっちゃ。そう、よそ見してるファンの方かわいい。そう、名前読んだらあみたいな、なんか照れちゃって。
あ、スタッフさんからね、イヤホンなしでって。あ、そういう指示あるっちゃね。え、それさ、声で言われると、声でこんな感じの会話で言われるんですか。え、スタッフさんの顔って見えるんですか。謎がいっぱい。あ、ラグね、あるね、確かにラグもありますね、タイムラグ。来月から行きますって嬉しい。10月から待ってるね。声は聞こえるんですか。顔は見える、スタッフさんの。あー、声だけ。あ、声聞こえるっちゃ。え、お話しするんですか、みんな。お話ししてるんですね、すごい。喋るっちゃ。初めて知った。なんかどんな感じでやってるんやろってね、思いますよね。サウナの近くにスタッフさんいないの。え、みんなメンバーの近くにスタッフさんいないですよ。スタッフさんは歩いてます。歩いてるのね、巡回してるので、たまに来ます、たまに前通るくらい。普段はもう隣も前も全部メンバーのブース、一人ずつのブースがある感じ。そう、 Bluetooth のイヤホンはタイムラグが出やすいから有線がいいみたい。あ、だってみんな有線がいいらしい。有線おすすめらしいよ。そう、なんかそういうのもね、なんかオンラインお話し会がよりね、楽しめるようにね。そう、ファンの方とメンバーとでね、いろいろ共有したいよね、こういうの。なんかイヤホン問題だったりさ。そう、やっぱせっかくさ、オンラインするならちゃんとラグもなんか音とかもなんかすごいいい環境でやりたいじゃんね。そう、だからみんなで押し合っていこう。受付のスタッフさん別室。あ、そうなんかな、わかんない。スタッフさんと話するんだ。うん、スタッフさん、待ってサウンお話し会で初めてやったから不安で、こっちの声聞こえるか聞いた。え、かわいいな。本人確認するスタッフさんと話す。画面見えないんですよね。トカチンさん、お花ありがとう。有線のラグは会場の設備かもしれない。なるほど。本人確認で免許の期限切れてて、バタバタした。え、それどうしたと？保険証とか？じゃあファンの皆さんのお顔もスタッフさん見えてないんですか。メンバーに見せたいもの、え、それはさ、画像付きやろ。でもスタッフさんの顔は見えんってこと。こちらの声聞こえますか。すごい、みんな本当に頑張ってくれてますね、ありがとう。すごい、みんなの大変な、なんかね、準備のおかげでお話できてるので、みんなありがとう。難しい設定をいっぱいやってくれて。うん、新しい免許見せてクリアした。あ、新しい免許書あったんだ。スタッフさんが女性で可愛い声の人に当たると得した気分に。可愛い。スタッフさんのコメント毎回少しずつ違う。スタッフさんの顔は見えんけど、ファンの皆さんの顔はじゃあ見えてるってことね、スタッフさんに。そうやっちゃう。本人確認と注意。あー、他の人写しちゃダメですよとか。握手したいね。ね、さあ、まだ3回しか握手したことないので。そうね、せっかくねお話しするのでね。そうだね、確
認しなきゃだね。へえー、すごいね。めっちゃ丁寧に話してくれる。さすが。ありがたい。うん。そうだよ。スタッフさんなしじゃできないことなのでね、オンライン話し会も。感謝ですね。握手会だと受付の女の子と話すイベント。待機中も監視されてる？監視されてるんですね。録画、録音はダメ。うん。そうね、完全二人きりの時間ですもんね。本人以外が画面に映ると NG。 なるほど、バンされちゃう。へえ、かわいいお姉さん、いいね。ちょっと握力鍛えるので握手会もう少し待ってて。ってちょっとそんな空の化け物じゃないです。お話し会録音されてる。録音されてるんですか？録音されてんの？お話し会って。じゃあ残ってるってこと？皆さんとの会話。めっちゃ面白いやんそれ。握力鍛えんと潰されるねえ。なんで、誰がそんな情報を言ったんですか？サーノンは全然ですよ。あ、サーノン握力35ありますけど今ないと思うよ。もうないと思う。もう35はない多分けど。そうなんですよね、結構強いんですよね。握力20ちゃう、うっそ、絶対50ぐらいあるやろね。握手と握力、みんなさ間違ってませんか？握手と握力、握手ではそんな強くしません。30はあると思うな。でも左は31とかなんだったので、そう、左はね31とかだったので全然、多分もう20代ですよ。もう20何歩だと思うけど。え、そう、前はあったんですよ。前は35と31とかでした。33とかかな。いや31だった気もする。31か33、こっちは35。でもね、本当に、ね、強くないからみんな大丈夫だよ。本気で強くない。待って、見える？あ、止まった。あ、ほら止まった。めっちゃ目がピクピク。ああ、え、動いてんの見えん？めっちゃピクピク。ひでりんごさん、ハートありがとう。ねえ、バキバキなんないですよ。なんかやってたって、そういうの名前ってないですよ。え、めっちゃ目が、こっちの目がね、ここピクピクなってたんですよ今。そう、全然ですよ。だって握力とさ握手違うじゃん。目がお使いの証拠。やっぱ眼精疲労するのすごいんですよ。さっきお話した通り、そうなの、眼精疲労すごいので。でも目の下がピクピクなったの初めてかも。そのいつも目の上がピクピクなる、まぶた。なんでそんな握力強いの？サウナね、理由なしって感じ。サウナが知りたい。でも逆になんでみんな19とか18が出せるのって知りたい。多分ちょっと力入れたら18なんてすぐ出るじゃないですか。なのになんかさ、女の子さ、待って、女の子やけどサウナ思う。でもなんかさ、
うーんとか言ってる割に18だったりするじゃないですか、他の子。なんかありえないって思う。ありえんって思う。うーんとか言ってさ、18とか19とかなんか20とかじゃん。絶対そのうーんって言ってるの30は言ってるよって思いますよね。あ、やってんのかな、やっぱり。みんな何か弱いふり、点数つくのに。スポーツテスト点数つくやん、みんな。それなのにさ、うーんとか言ってさ、ねえ、サノン本気出してるよ。35なので、サノンはあの点数つくので、1点でも多く取るためにめっちゃもう力振り絞ってやってました。そう、お友達に行くよって言って、そう、あ、やってんのか、そういうことか。やっぱりやっちゃってる。あ、目の下もある。ほんと本気だったら40超えません。ほら、そのめっちゃ本気出して35なので弱いと思うよ。でもね、あのね、男子とかは50とかでしたよ。うん、中高生の時ジムに握力系ないんですよ。聞いたらあるかもね、見たことない。そう、なんかみんな不思議だから、めっちゃなんか、え、みんなさ絶対軽く握ってるって。絶対軽く握っちゃうね、みんな。あれでも握力系ってさ、掴みづらくない？めっちゃ掴みづらいけど、そう、掴みづらいから、もっと掴みやすいものだったらもっと握力入ると思うけどね。そうの、こう自分でこうやってやってる感じ、握力弱いですよ。月1で握力測る。え、なんで？すごいね。 30？ え、ね、うっそ、絶対50でしょ。50ぐらいじゃない？そうね、サーロンが握力で15とかやってたらやっちゃってんなって思ってください。はい、15なんてもうちょいってやったら15ですよ、きっと。もう掴んだ時点で15ぐらいいくんじゃないですかね。リンゴ潰せません、潰せません。骨折して握力落ちた。握力も落ちるんですね。だからサードは握力はあっても、人より他の女の子より握力が強かったとしても、サードは自分で握った感じ全然強くないので大丈夫です。しかも握手と握力違うし、なんかもうちょっと握りやすいものがいいね。指一本とか、いや指一本って握りづらいかな。指三本、あ、指三本が握りやすいわ。指三本がいい、そうなの。あー、強いのかな、これは。強いかも。ね、ちょっと、そうなの、握手会行く前に保険を確認してきますって、やばい人よ。うん、みんなの様子ないないない。ちょっと皆さんは全然そんなことないです。悲鳴が聞こえたら諦める。全然悲鳴なんて聞こえないと思いますよ。聞こえん自信がある、その握力の悲鳴。うん、あ、健康診断ないっちゃ。うん、指3本だったら掴みやすいかも。そうね、2本より3本がフィットする気がする。
いや、剥がしの人に逆にソロンが嫌だよ。ソロン握力そんな強くないです。トカチンさん、ペンライトありがとう。ソロン全然強くないですからね皆さん。なんかみんなソロンが握力強すぎるみたいな、強すぎるから握手怖いみたいに言ってますけど、握手と握力違いますから。お話だけでも言いますか、いいですかってね。なんかさ、病院の面会みたいになってるやん、やめて。ちょっと顔を見に来ましたみたいになってるやん。握りません、ソロン。でソロンが疲れちゃうじゃん、毎回毎回握力強くやってとか言われてさ、強くやりませんよ、強くやりませんよっていうよりさ、握手ってさ、あの手ただ握るものなので、あの握力試すものじゃないので。そうよ、うん、ねえちょっとみんなどんだけよ。そうなの、握力、握力強い人世の中いっぱいいますから。そうなの、なんて中ぐらいですよきっと。まあ女の子の中だったら強いのかな、強いかもね。300枚で1時間ぐらい話す。300枚で1時間、300枚で1時間なんですね。でもさ、決まってるじゃない、握手も1回で何枚みたいな。サードンの普通の握りが3つ。まあそうね、あんまり握手したことないもんね、まだ3回しか握手会行ったことないので。握手会ってなったらサードン絶対 100% 緊張する自信ある。うん、あ、まとめ出しとかできるんですか。でもさ、1時間もまとめ出しする方いないじゃない、さすがに。何回か、でも1時間ってあるんやろか。1時間ってお話、握手会終わっちゃわん、1回分、一部終わっちゃうよ。あ、30枚、30枚まで、30枚までなんだ。たまにいるんですか。すごいね、30枚、30枚ならいらっしゃるね。30枚なら聞くかも。でも50枚、300枚、300枚、1時間でしょ。もう座ってお話ししたいね、同じ方と300枚だったら。もう座った方がよくない、疲れちゃうよねファンの方。300枚出せるんですか。すごっ、300枚出せんの、ほんとすごいね。それ一部終わっちゃわん、かっこいい。300枚、すごい。じゃあ1時間同じ方と喋ってるってこと。すごいね、いいね、たっぷり話せるね。でも1時間ってもうデートじゃん、デートデートじゃん、めっちゃデート、同じ場所で。あ、サインとかって大変ね、何枚書くことか、すごいね、大変だ。でも楽しそう、素敵な思い出にはなりそうですね。あー、次の部が終わっても、始まっても終わらなくてね。確かに他の人がね、次の部で来たい人、確かに。へー、
1時間ってなんか照れちゃうね。だって1時間はちょっとシーンってなる時間ないんですかね。それずっと喋ってんのかな。てんてんてん絶対出てくるよね。1時間すごいな。1時間すごいね。そうね、もう座りたいね、お互いに。あー、見つめ合ってればいい。あ、そういう手もあるか。1時間絶対持つ自信がない。自信つけましょう皆さん自信必要。1時間ってでもすごいね、尊敬する。すごいよ。だって1時間それがずっと本当に喋り続けちゃったら、お互いに尊敬しません？逆にすごいってなる。にらめっこ1時間も長いよ。1時間か、長いね。さあちゃん久しぶりのリップグラスのカップリングに出るんだね。え、出ないですよ、出ないですよどういうことよ。300枚か。例の外から篠太郎見えとこう、見えとこうって、うん。でもそのくらい分かってたら1時間くらい。出るよってどういうこと？どういうこと？出るよって何に出るの？そうなの。久しぶりのグリップグロスのカップリング出ないですよ。え？待って、久しぶりのリップグロスのカップリングメンバー発表されて出てたよって、どういうこと？何の曲？え、ちょっと待って、何の曲？初知り。ちょっと待って、何の曲ですかそれ。何の曲だって、この間、え、この間のさイベントのやつはあれだったじゃないですか。じゃなくて、え、サウン出ないですよ。出ないよ、サウン。カップリング、うん、ね、どういうこと？え、出ないですよ。え、この間のさイベントのやつだってあれじゃないですか。それじゃなくて、え、出るんですか？初知り。え、歌唱メンバーに入ってました？嬉しい。何の曲だろう何の曲ですか？ 8?K? え、でもさ持って帰りです、ロスオブタイムだったじゃないですか、歌唱したじゃないですか。で、ん？で、マーモルーマーは成功とって歌ったやん。で、次は？え、おめでとうって、ありがとうございますセカンドジェネレーションのメンバー？セカンドジェネレーションって何ですか？すごいね。嬉しい。ごちゃ混ぜ？タイプ C のカップリング、え、皆さんゲットしてください待って、セカンドジェネレーション、ん、はてはて、え、初知り。え、待って、初知り、本当にセカンドジェネレーション。チーム関係なし、誰がいるんですか？他誰がおると。え、サウンの他誰がいますか？え、みんな教えてくれてありがとう。サウン初知りです。ファンの皆さんと全く同じタイミングで知りました。誰がいますか？
誰がいますか。じゃあ皆さん誰がいるか教えてくださいね。じゃあソロモンは皆さんが答えてる間にランキングを見ます。13位は KK さん、ありがとうございます。12位はカラスのカーコアトマクルンマニアさん、ありがとうございます。11位はピンクガメオさん、ありがとうございます。10位はムムさん、ありがとうございます。9位はコウイチさん、ありがとうございます。8位はプラハタハさん、ありがとうございます。7位はワザッペさん、ありがとうございます。6位はヒデリンゴさん、ありがとうございます。5位はヒデトさん、ありがとうございます。4位はトカチンさん、ありがとうございます。3位はショートさん、ありがとうございます。2位はドマさん、ありがとうございます。そして1位は8983さんでした、ありがとうございます。すごい。なんか割れちゃった。タイプ C、 ありがとうございます。ぜひ。すごい。すごいね。あ、同期もいるわ。よかった。同期ちゃんがいてよかったです。すごい。ありがとうございます。それでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんらぽい。今日はパーです。皆さんありがとうございました。じゃあ久しぶりのリップグロスタイプ C、 ぜひゲットしてください。ん C、 ここだ。タイプ C、 ぜひゲットしてください。皆さん、サロンも初知りです。今日ファンの皆さんより後に知りました。みんな教えてくれてありがとう。タイプ C ゲットしてね、みんなありがとう。あ、ごめんなさい、皆さん出ないよって否定しちゃってごめんなさい。本当に知らなかったので、ありがとう。みんな教えてくれてありがとう。それではファンの皆さんと一緒にソロノがセカンドジェネレーションに入ったということで、今日の配信は終わりたいと思います。皆さん久しぶりのリップグロスの SNS バージョン、MV が8時に公開されたので、皆さんぜひ見てください。あと CD はタイプ C でよろしくお願いします。タイプ C ゲットしてください。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。